ムハマード・ハビブ・ハビブは、中央アフリカ共和国とフランスのサッカー選手。中央アフリカ共和国代表。ポジションは FW。パリ・サンジェルマン FC の下部組織出身。しかしトップチームに昇格することはできず、ベルギーのシャルル・ロワイス・シーで選手となった。2007年に AFC、トゥビズに期限付き移籍すると13試合10得点の結果を残したため、 リーガ1の FC ステアウアブカレストに期限付き移籍することとなった。2010年に SV ズルテワレヘムに完全移籍。背番号は7番。2011年にブライトンホーブアルビオン FC の同年12月にウェストハムユナイテッド FC のトライアルに参加したものの、イングランド移籍は結実しなかった。 しかし2012から13シーズンの前半13試合で6得点の結果を残し、クイーンズパークレンジャーズ FC、リーズユナイテッド FC に練習参加。クイーンズパークレンジャーズは、フランス代表のロイクレミーを獲得したため、彼の遺跡話は立ち消えとなった。しかし、リーズユナイテッドのルシアーノ・ベッキオが遺跡したため、冬の遺跡市場で、ベッキオの代わりとして、 念願のイングランド遺跡となった。遺跡が発表されたのは、遺跡史上最終日の2013年1月31日で、買取オプション付きの半年の期限付き遺跡という形になった。2月2日の試合で遺跡後初出場となり、イングランドデビューを果たした。しかしスターティングメンバーに名を連ねたのは1回のみで、5月3日には買取オプションを行使しないことが、 リーズユナイテッド側から発表された。2014年1月にカーヘントに完全一席。2014年9月1日にスタットレンヌに3年契約で完全一席。1シーズンで26試合3得点という結果で、2016年1月にスユペルリグのガズイアンテプスポールに期限付き一席。9試合に出場したものの無得点でフランスに戻った。 2017年1月にリーグドゥの RC ランスに2年契約で加入。同年夏にカタールスターズリーグのカタール SC に移籍した。2018年夏にマッカビペタクチクバ FC に移籍。2019年夏にプロキシマスリーグのスポルティング、ロケレンに加入するも半年で退団した。2012年10月14日、アフリカネーションズカップ2013予選のブルキナファソ。 代表戦に挑む中央アフリカ共和国代表に招集された。しかしこの試合では出場しなかった。代表初出場は2016年9月4日に行われたコンゴ民主共和国代表戦であった。2018年11月18日に行われたアフリカネーションズカップ2019予選、グループ H のルワンダ代表戦で2年2ヶ月ぶりに代表で出場し、 代表初得点を記録した。いとこのジョフレー・コンドグビア、エヴァンス・コンドグビアも中央アフリカ共和国代表のサッカー選手。2010年、ズルテワルヘム対スポルティングロケ連戦のピッチにアヒルが紛れ込んだため、彼はこれを捕まえて広告の後ろ側に放った。ありがとうございます。